長生伊さは、ピングレイーグルス、ハンファイイーグルスに在籍していた元プロ野球選手。1986年、聖光高,高校からテスト生として入団。当時の韓国プロ野球は、高校時代からスター選手として、頭角を表して、大学、社会人時代にアマチュアの国家代表としての経歴を積んで、プロ入りしたものでなければ、一軍の枠入りすら、ままならなかった。 高校時代から全くの無名だったので、大学にも進学できず、プロからの掛け声もなかったが、高校卒業の時、年俸360万ウォンのテスト生として、ビングレに入団した。今の日本プロ野球で言えば、育成選手と同じ扱いだったが、そこで持ち前のパンチ力を見つけられ、1年目から1軍に昇格して、打率2割7分、8本塁打を記録。 翌年2桁の12本、1988年は18本の本塁打を記録してチームの韓国シリーズ進出に貢献。二遊間コンビといえば小柄で器用な選手がほとんどだった当時、長打力を備えたショートとして注目を集める。しかし、守備では動きが固く打球処理に不安を持って失策が多かった。1989年のヘテタイガースとの 韓国シリーズでは初戦をものにしたものの、第2戦で1回に4点を先制して迎えた2回の守備で彼のエラーがきっかけで試合をひっくり返され、そのままシリーズの流れを経てによこしてしまったのは、彼の守備力に対する印象を決定づけるものだった。1990年は28本で最多本塁打のタイトルを獲得、期待された巨峰としての素質を開花。しかし、 シーズン終盤は故障で出場できなかった。この故障をきっかけにポジションを負担の多いショートから打撃の宣言できる一塁史及び指名打者に転換。翌年の1991年は35本類が114打点でともにシーズン韓国記録を受立。韓国プロ野球でシーズン100打点を記録した最初の選手だった。この成績を認められ。 この年最優秀選手に選ばれた。長良川球場で行われた日韓スーパーゲームの第5戦で場外ホームランを放った。これは長良川球場ができて初めてのことだった。1992年はさらに記録を伸ばし、韓国初のシーズン40本塁打と119打点で自分の持っていた記録を更新、2年連続最優秀選手に。しかし、 1993年のシーズン序盤、走塁途中でエアシュとぶつかり手首を骨折97試合出場に止まると、翌年も故障で76試合しか出場できず、成績はさらに悪化した。1995年は22ホームランで復活したが、それ以降は成績が不沈を繰り返し各年選手のような働きぶりだった。それでも、 コンスタントに本類打を記録して2002年まで15年連続に桁本類打の記録を受立。これは2021年に最低が更新するまで張りやかと並ぶ韓国記録だった。1999年はダンローマイヤー、J. デイビスと共にクリーンナップを形成して手法としてチーム初の韓国シリーズ優勝に貢献。最終戦のなる第5戦で 犠牲フライで決勝点を挙げた。2005年まで19年にかけてチームの中心として後輩たちを率いながら通算340本の本塁打を記録したが、これはハリアカが2009年5月に通算341本の新記録を更新するまで韓国プロ野球通算最多記録であった。実動19年も引退当時までは韓国最長記録だった。 2005年シーズン限りで現役引退。大学、社会人、プロのどこからも呼んでくれなかったテスト生から始まって、アマチュア時代からエリートの道を歩んできた他の選手を抜き、通算打撃記録に関する数々の韓国プロ野球記録を残したため、韓国では彼の選手時代を練習精神話と呼ぶ。19年にわたる、 選手生活で残した数多くの功績を称えるため、チームは2005年9月15日に行われた彼の引退試合を無料でファンに開放。満員のファンが押し寄せて、彼の最後の花道を惜しみながら祝ってくれた。そして、背番号35はチーム史上初の永久欠番となった。引退後は二軍打撃コーチとして、チームに残り、若手の育成に力を注いだ。 2008年から一軍打撃コーチに昇格。金大金、李広氏など、自身が引退した後のチームを支えた手法たちを指導した。2012年、福岡ソフトバンクホークスの2軍、3軍の打撃コーチとなり、日本で研修を受けた。2013年より、ハンファの一軍打撃コーチに復帰。2015年より、ロッテジャイアンツのコーチとなる。2017年10月、 ハンファに打撃コーチとして復帰することが発表された。2020年シーズン終了後、ハンファのコーチを退任した。ありがとうございます。